高速道路がすげえ渋滞してるみたいで、もう出かけてないけどね、どこも。どこも出かけてないけどさ、ずっと見てるの好きなのよ。その今のこ、そのみんなのつぶやきとかで、事故で通行止めとか、聞くの楽しいじゃん、自分は家にいてっていう。誰よりもチェックしてから、その2つ、圏央道と東名でチェックして、昨日の夜から、しかも、昨日の寝る前からもなんで？う、で、なんか、面白いじゃん。その自分は関係ないけど、世の中が渋滞っていうのはさ。ほら、言ったじゃん、俺、前もキャンプの日さ、もう早く、渋滞が嫌だからっつって、すっげえ早く出たかを言ったじゃん。それぐらい渋滞が嫌だからさ、怖いもの見たさっていう。もうそんな渋滞気にし、乗ってるの見てるやつ初めて聞いたけど。結構いるかもしれない。みんなカミングアウトなかなかできない。そういうカミングアウト。恥ずかしいことなの？なかなか、まあ、多分後にそういうムーブメント起きるよね。そういうのを実は言ってくみたいな。言ってく世の中にしてこうみたいな。そういう人も生きやすい世の中にっていうふうになってきたもんだけど。フォロワーが最近調子がいいな。そんなにバカみたいに回ってるわけじゃないのに、ないのにな。なんだろうね。あれかな？なんか昔、フォローして一回見限ってやつなんじゃない？なんか俺もそう思った。なんか、あいつら、もうやっぱやめたっつってからもう一回戻ってきたら、急ぐかみたいな。まだやってんだみたいな感じで。ね。すごいよね。だって一気に、で、今が57だもんね。年内100あり得るんじゃね80とかならありえそう。えの？ 80 とかだったらもう100いくかみたいな企画でなんとかうまいこといかんかな。煽るみたいでもさ、見てる文法がさ、な。変わんねえか。おすすめしてくれたりして、今実はこういうのを見てて、なんかこういうのあるんだけど、あと100目指してんだけど、言った方がいいもんね。そう、盛り上げた方がいいよね。あと、俺らがいないと日本が終わるみたいなこと言ってもいいよね。こいつらやべえなってなる。コムドットのパロディで今言ったんだけど。なんか、そいつ、ツイッターでよく出てくるけど、なんかやらかしたの？いや、なんかすごいのが別にやらかしないんだけど、そのコムドットっていう人たちは、まあ、結構 YouTuber で有名らしいんだよね。なんか自分たちがこう頭張ってるみたいな認識がすごくて、でなんかそれたまたま、なんかでフォロワーがすごい減ったことを、なんかね、俺らみたいなやつがね、こういうふうになってたら、日本にとってよくねえから頑張んなきゃならねえっていう、なんか日本を背負ってる。別に政治的なことをやるわけじゃないんでしょ。その何でも YouTube 見るうちの妻でも、それ見てないのよ。他にもさ、例えばまあ、ヒカキンだとかさ、まあ、はじめしゃちょーとかさ。なんかそういうのは俺なんかその、まあ、妻が見てるのでちょこっと見ることで、あ、こういうのやる人ねってなんとか分かんないよ。そういうのは分かるけど、コムドットに関しては全く分かんないのよ、俺。なんかグループなんでしょ？そう、グループ。いや、でもこの、ここ最近、この上げた、まあ、本当に、まあ、なんだろう、自分にとって、まあ、いいなと思うのがさ、こうやってまあ音声でまあ喋って残すじゃんか、こう思、自分がこう思ってるっていうことを。自分で反復して聞かせるわけじゃん。なるほどね。自分がこう言ってたことすらやっぱりうっかり忘れてるわけじゃないけどさ、やっぱなんかどっか置いといちゃうのがやっぱり普通の人じゃない、きっと。こんなにまあ反復して自分でそういうこと言って、いいか悪いかで言うと、まあなんか騙したい人は良くないじゃん。わ、せっかく自分騙してたのにとかだと。なんか今さっきちょうどさ、ショーシャンクの空にをネットフリックスで見てたの。もう50年ぐらい、刑期勤めてるじじいが、いよいよもう、あれ、いくつだ、80歳ぐらいになってんのかな、設定として。で、仮釈放になるって、釈放になるって。で、そしたらなんか、ヒステリー起こして、中にいる友達に首にナイフ突き立てて、こいつをぶっ殺してやるとか言って、もう要するに、この世界だとあいつは有名でみんなと仲良くて、あいつはおじいさんだよねってやってるけど、外出たら何者でもない、ただの服役してたじじいってなって、それが怖くて、あいつはああなっちゃったんだって、モーガン・フリーマンがこうみんなにこう諭してんだけど、仲間のリーダーみたいな感じで。で、いよいよ仮釈放になってさ、スーパーのレジとかで働き始めるんだけどさ、結局数日間ぐらいでさ、首吊って死ぬのよ。俺それ最近見た、そういえば。見たんだ。俺も見た、すごい頭が今想像できてる、ちゃんと。もう、その時斎藤さん思い出してさ、え、じゃダメ、俺やばいじゃん、やめ、俺こ、俺や、今のとこやめちゃったらやばいじゃん、俺。終身刑なんだよ。
直接だから斎藤さんがもうまさに一緒じゃないけど、一緒ではないんだけど、なんか斎藤さん思い出した。だから俺の会社の俺じゃないやつでしょ、多分。多分そうかもしれない。うん。でも斎藤さん思い出して、ああそっか、ずっと嫌だと思ってずっと入ってたけどそこに飼いならされて、なんかぬるま湯に使ってたら、なんか なんとなくみんなからまあ認識されるようになって、まあ自分も人生も捨てたもんじゃないみたいに、なんか捨てたもんじゃないっていうかさ、自分の人生もまあこんなもんかみたいになってさ、それひとたび違う世界に塀の一個外に飛び出たらさ、自分のアイデンティティみたいなのがなくなってさ、首吊って死ぬっていう。いやでも大丈夫なのが、やっぱ俺ないもん、居場所が。やっぱり喋んないし、そこが居場所と思ってないのが大丈夫だと思うよ俺、うん、多分それは本当に最後あのほらあれ、あのその映画最後の方さ、あれだよ、ないまだ見てないんだ。あ、見てないの、うん、まさかの喋り出した方がまだ言わないでっていう新しいパターン。そう知らんかなっていうそうなのね、分かる。相手は絶対これを見てないという前提で喋ったってことね、もうね。ただ見て、うん、ここまで、ね、思い出したから、うん、ただ話した。でもそんなテーマ出したら、もう絶対もう話始まっちゃうじゃん、それ。でもそれは、じゃあ話させない。でも止めるんだ。そっちから言ったのにっていう。